皆さんこんにちは、ハワイケイスケです。本日、2023年11月の28日、17時56分、本日、新幹線の、チケットを購入しまして、12月28日、朝9時過ぎに、新幹線に乗りますので、昼過ぎぐらいに皇居の方へ、到着するかと、思います。で、総理内閣国会議員の方たちや公務員、国家公務員、両方とも同じ公務員ということで、くくらせていただきたいんですが、神戸市中央区の、中央図書館、大倉山というところにあるんですけども、そちらに、これ見ますかね、現行日本法規、私の方で、提案しまして、現行法規と現代日本法規をまとめた現行日本法規、の設置ということで、置いていただいていますので、今日ね、また同じ人たちが、またものすごいめちゃくちゃなこと言ってきたんですけど、以前も注意したんですけども、文章をね、パウチと言いましょうか、ラッピングと言いましょうか、著作権法第31条によって一部のみ、コピーできます、一部のみしかコピーできませんみたいなことを言ってるんですよ。でインターネット上で一部とはその本一冊のことではなくて、半分ぐらいのものだとか、なんかもうわけわかんないことばっかり書いてるんですよ。でそれもともと図書館で働いている勤務者がしっかりしていればいいっていうことであって、でいちいちね、そこは2階にあるんですけども、3階行ってきて、自分の実費でコピーしてきたんですよ。国語のね、辞典、分厚い方の、10冊、15以上あったと思いますよ。で、このね、一部の意味ね、1、書物の教え方、人揃い、一組、また一冊、また一冊ってね、ちゃんと書いてある。コピー、そこで僕は何をしようとしてたかって言ったら、前輪の地図をコピーしようとしてたんです。で、もちろんそれはもう全部コピーしていいんですよ。合法ですよ。それを働いている勤務者の自分たちのことを公務員って名乗ってた坂本という女性と、問屋と書いてね、これ、何と読むのか、角屋なのか、よくわかりませんけども、この二人の女性がね、もう言い張って、もう切れない。以前もしっかりと言ったのに。君たち分かってんのと。地方交付税法というものがあるんだよって。人口によって、首都を考えていい。国会というか、政府、中央の方から、各市とかに、各都道府県、に配布される、税金の金額が決まってると。で人口で大嘘ついてたら、ね、とんでもない横領事件になりますよと。で、三田市のことで言いました。政府発表で人口10万人なんていうことになってるけども、いろんなデータがあると。1970年代は人口3万人であったと。で、その頃の、法律では、確か3万人以上から市としての扱いなんです。で、それ以上人口少なかったら郡としてしか扱えない。で、三田市の一つ北のところに、笹山市というところがあるんですが、そこはもともと、笹山郡ともう一つ、なんとか郡っていうところが二つ合併して、なんとか3万人台になったとされてるんですよ。ただ、正直、州は株式会社とかの仕事してたかわかるんですけども、そこまで人口いないような気がするんですよ。合併しても。いや、そこも人口嘘ついてる可能性があると。で、三田市なんか、家1万軒ぐらいしかないんですよ。ね。10万人いるわけないじゃない。一軒の家に10人も住んでるって、君たち頭の中どうなってんのと。こんなことしてって。ね、チラシ入ってたから分かってるんだよって、三田市の方の住宅で、一軒家、400万円の補助金ついてるよって。こんなとんでもない横領事件なかなかないよと。これちゃんと、ね、正しい人口精査しないとって。政府発表、正直に言う、神戸市の北区もこれ人口めちゃくちゃだと。家の数大体5万軒ぐらいしかないと。で、垂水区なんかはもう、
神戸市北区の10分の1ぐらいの面積しかないのに20万人以上ってやっていって、ちょっと前は22万人とかだったんですよ。本当に本当に無理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 、絶対ないからっていうことで、ちょっとね今日僕コピーしてきました。でそのコピーをするときにね、これ多そうに見えますけども、全部でね、枚数で言ったら147枚程度です。だからまあちょっとまあおったりしてるからちょっと分厚く見えるんでしょうけどね、まあ、圧縮したらまあまあこ、まあ、まあこんなもので、であとこういうような形 でこれもね、もう誰かが申請しなかったらなかなかわからないし、2022年の11月に発刊されたということは多分数年前のデータだと思います。そうじゃなかったらパソコン打ち込む方が追いつかないです。どう考えても行政の人たちであって公務員の数限られていますから、地方、それこそ地方交付税法で、こういうふうにね、集合住宅とか何号室のところとか空でしょ名前書いてるところは一応まあ誰それさんがいると、でしかもフルネームではないとこれだけでね、知り合いでね誰か引っ越ししたりとかして自分で地図でね確認していこうと思った人なんかもうここで見ただけでもう集合住宅とかアパートマンション、もう名称なんでもいい、まあ、分譲マンションでももうとにかくそういう風なところ、複数の家が入ってるところね、中村さんなんかいくらでもいると、まあ、中山さんもそう、山田さんも佐藤さんも鈴木さんもそう、めちゃくちゃたくさんいるから同じような名前いっぱいあるから間違える人は間違えちゃう本当に。でちょっと僕は人口統計の話でちゃんとこれは家の件数もね、もう大体でいいから20万人もいるっていうことはね、家何軒ないとダメだと思いますかっていうこと。40万軒は絶対いるから、空き家とかもう老朽化してほったらかしになってる建物いっぱいあるのね。40万軒でも20万人いない。だって僕みたいに一人暮らし増えてるもん。2003年に個人情報保護法が出来上がってからね、人口ひどい、少子化もう大体こうなってる。とある年代にちょっとだけね、男性と女性の生まれてくる数がちょっとだけ増えたりして、ちょっとだけ横に出てる分はあるけど、基本的にもうこうなっていっちゃったの。出生率 2% で人口ずっと横ばいだったの。それが最新のデータで 1.27。ね。もう3分の1以下の人、もう今頃4分の1ぐらいの人かもしれない。結婚出産までたどり着けてる人。これが世の中の現実。で、これ人口統計とか大真面目に調査しなかったら、結局スーパーマーケットを作っては壊して作っては壊してずっとしてるの。コンビニも同じ、この辺も同じだから、セブンイレブンと、まあ、昔はファミリーマートもあった。で、まあローソン、店出しては潰して店出しては潰してってずっとしてるの。本当にそれはもう美容院とかも同じ、出しては潰して出しては潰してずっとしてるの。本当にこれ人口が根本的にそんなにいないんだっていうことをみんな分かってないと勘違い。だって政府のデータだからみんな信用しちゃうでしょ。だから誰かが本当のことちゃんと言ってあげなかったら悲惨な目に遭う人たちがいっぱいいるの。で一般人の人も絶対巻き込まれるの。裁判所で破産法を通されてもそれはそれでね、消費税上がっていってしまう話になっちゃうんだから、最初からもう今あるところでちゃんと仕事していたらいいの。そうじゃなかったら、せっかく今までコツコツと積み上げて、ね、法人登記簿とか作って、頑張ってね、店出して、で、今まで頑張ってお客さん、顧客獲得のために頑張ってきた人たちがね、今までの人生は一体何だったのということになってしまうと。それを妨害し始めたから、なんかこの1枚のページのところね、半分しかコピーできないとか、わけのわからんことを言い始めて、この二人の人物で、まだ、坂本さんと、まあまあ、この問屋と書いて、まあ、何って読むかわかんない。本当に。もう家帰ってから、もう振り仮名打たんかったら、もう僕もこの始末。で、僕はちゃんと教えた。地方交付税とかあるでしょって。そのことで人口のこと隠蔽したら、君たちの負けよって。個人情報保護なんか無理よって。統制、都政六法、統制六法で、ね。
公文書公開っていう法律があるから、で現行法規や現段日本法規、まあこれをそれをまとめたね、安倍政権の頃にまとめてもらいました、現行日本法規っていうもの、もしかしたら二十歳ぐらいの頃まとめてもらった方かもしれない、僕から政府の方に言って。で、ここ、まあ、ちゃんとその内容を見てもらったら分かると思うんですけれども、各政令指定都市を都政六法の内容に従わなきゃならないっていうことになってる。じゃあ、公文書公開で、あなたがどこの誰か分かるはずなんですよとか、もうそういう話をずっとしてたの。で、隠蔽になるから、絶対隠しちゃダメよって、そのコピーなんか絶対できるからって、ずっと言い張るの、それも。著作権第31条で、そういうふうにやってますって。一部のことを一冊として認めないで、一ページのうちの半分って言い出してんの、ずっと。そんな人、ボーナスなんか上げちゃダメよ、本当に。大真面目な話。本当に。上行って、3階行って、コピーしてきて、それでもその人たち逃げ始めんの。本当に。本当に公務員、公職員証持ってる？それは、もうそこまで言い張って、なんか、神戸市のマークを見てしまったから、それ聞かなかったの。中にいるから、本当に。特に若手。行政関係のね、ところで働いていたら自分のことを公務員って勘違いしてる人たまにいるから、本当に。本当に本当に。公職員許可証っていうものを持ってなかったら、その、公務員じゃないから、認めてもらってないから、本当に。なかなかわかんないもん。ナチュラルとコーディネーターの話。ナチュラルは自然、コーディネーターは調整。だからもう話していて、ラチ開かなくて、でこれを持ってきて、やっと、もうええからと。もうこっち側でも適当にコピーするからと。もうええなっていうことで、もうコピーし始めました。で、147枚コピーして、領収書、これもう枚数でいいからと。で、もう書き方とか教えてあげたから。まだよく分かってなそうなふりだったから、僕の名前書いといてね。まあ、その発行したのは、まあ、中央図書館とか、まあ、まあまあ、もう、書いといてくれたらね、もうどこの誰かまではもうええからっていうことで。で、出してきた印鑑が中央図書館じゃないの。株式会社六甲商会っていう会社。神戸市中央区、磯上通りかな、磯上通りかな、6丁目1番の23号。で、この磯っていう字も、あんまり字小さくすると、ハンコの世界では無理です。まあ、印鑑のことでもいいですよ。判でも印でも、両方通りますから。まあ、あんまり、あれこれ言われたら、こっちも、ね、個人があるって言い始めるから。だから その言葉もね、あんまり使っちゃダメなの、本当は。甲子園に本当にテレビ局の人たちが使っている造語っていうものが認められてるか認められてないかの話になって、それ認めたら大変なことになるから。インターネット上でおかしなことになってる。だからそれを大真面目に、誰かが本当に、その、ナチュラルでね、変な物事の覚え方して、そういう風に打ち込んだのか、隠蔽しようとして打ち込んだのか、これ調べなきゃなんないっていう話になるから。本当に。本当よ。で、また2階のその、ね、現行日本法規のところで名札をつけてないと、どうせ本物の公務員だと思いますよ。その人テレビ出てたでしょ、マスクしてたけど。だからマスクしてる人、大体テレビ出たい。いろいろ嘘言ってしまった方。それそのまで言おうかなとか思ったんですけど、もう話長くなるから。切りないから、公文書公開ぐらいの法律を覚えておかないとそこに座っちゃダメよって言われてるんだから。で、大倉山図書館の責任者、一番トップのものね。その大倉山っていうか、その神戸市中央区の、その図書館ね。中央図書館。最初中村って言っていて、後から中山って言い始めたんですよ。でも僕が言ったの。じゃもう、それ、ちゃんとその人に会ってるって。で、その人に、ちゃんと、原稿先等本とか見せてもらいましたって。一応、法律の方でも名前変えれたりとかできるから、一時期それはあったの。で、今どうなってるかわからない。法改正とか本当にあるから。
でどう考えても個人がコロ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 名前なんか変えたら分からなくなるの、責任者が。だからそれは良くない絶対に。で、インターネットの情報とかも変わるからっていうことをちゃんと伝えたんですけども、インターネット上では中山ということになってますって言ってくるんですよ。ねえ、インターネットが嘘だらけなのに、行政の。じゃあどれが本当のことなんですかっていうことになる。普通に考えて分かるっていうことは、裁判所、あなた弁護士なし裁判買ったことあるって、もう僕30歳ぐらいの頃から買ってるよって、裁判所でも言われてる人は言われてるよって。僕は傍聴席見に行った時だけども、被告人の人間があなた常識ありますかって、そこで真面目な回答しなかったら人格破綻者として扱われますよと。どうなるか分かんない、そんな扱いされたら。本当にだ、普通に地図のコピーで、このね、例えば、この67ページ、これがね、まあ、前輪の地図で、まあ、もう片一方がね、これ番号を振り上げてるから、まあ、67ということでね、まあ、こう、まあ、こう、濃いくなってるところが、まあ、境目のところです。そのページごとでね。これで67ということになるんです。これアップしたらわかると思いますけど、真ん中に67って書かれてるでしょ。周りに他の番号があって。その地図のね、あの続きのところ、その番号のところを見たら、この続きの こっちの横のところの番号みたいな、その横のところね、まあ、地図をつなげていったらね、まあ、それで、一枚物のタルミコというものになってくるんですけども、例えば、これ、番号を振り分けているところで見たら分かると思うんですけども、ちょっとね、まあずれてますけども、まあ大体みんなこういう形になってくると思います。で、これね、番号は振り分けられてるでしょ。で、大体下から順番に番号を振り分けてます。で、上の方の、一番左端のところが90番っていう風になってるでしょ。で、それが最終番号なんですけども、ほとんどのところが、大体端の方のところは重複してます。まあ、隣がね、別の空とか、上の方とかも、まあ、大体、まあ、場合によっては、西区とか、北区の場合は南の方も、別の空だったりとか、まあ、北の方は、違う市であったりだとか、神戸市で例えますとね。なんか、まあ、こういう風なことになるんですけども、まあ、各区画に分けてね、まず100ないと。で、この隣接してるところとか、ほとんど家ないところはいっぱいあります。で、まあ、真ん中にね、もう特にたるみ区って、狭い上に、真ん中の方に、ジャンクションとかあるでしょ。これジャンクション、高速道路。で、この周辺とか家建てないでしょ。で、ある程度、学校とか、まあ、商業施設とか建ってるでしょ？じゃあ、これちゃんとね、後で数の数え方とか、もう普通に言います。普通に一軒一軒数えたらいい。こういう風に家の表札が入ってるところは、基本的に住んでらっしゃるんじゃないかなと思って考えてもらったらいいです。で、ただこれ現場見に行かないとわからない。本当にもうボロボロの老朽化してるところで、ほったらかしになってるとか、ほったらかしになってるんです。本当に。で、まあ、例えばね、これ、67、両方合わせて67。まだここは比較的家がいっぱい埋まってる方、地図上で見ると。ね。だこの一区画で十何件でしょ？まあ、ここで、まあ、まあ、10前半、15から後ろを後半とすると。で、まあ、このあたりでもね、まあちょっと10件ぐらい。まあ、こっからここまでで、このカーブみたいになってると。これで、まあ10件ぐらいと。
で大体ここの1枚で載ってるのが大体ね、大体で一軒家の数で言うと、まあ、200軒あるかなどうかなと。まあそれでもまあまあまあ大体それぐらいですね。であとは集合住宅とか入ってるんですけど、ちゃんとね、ちゃんと文字見なきゃ分かんないんですけども、これテニスコートここもテニスコート、でこれ、中学校で、ここはカインズ、商業施設だ。ここは家じゃないだから思ってるよりもねだから1枚のページ67ページだけで右と左合わせて、まあ、400件ぐらいとしましょうねえ。っていうことは結構これ埋まってる方なの。埋まってる方で400件で、ちゃんと後で地図、計算するか集計するから、こっちも本気だから、僕の言ってることを、まだ認めない連中が存在してたから、ちゃんと集計するから、ある程度の数は言ってる。ある程度の数。ただ、さすがに、こういうふうな、この、本当は、ね、集合住宅は塔のはずなんですよ。何号館とか書かれてる。ここはね、アリセ図書館本館って書いてるんですよ。で、他12号館とか4号館とか13号館とか9号館とかあるから、これはさすがに現場見に行かなきゃわかんないんで、こんな形の図書館あるかなって考えるのが普通で、多分これは神戸学院大学のキャンパス内の、図書館で、多分何々館何々館っていう風に分けていて、多分その中に学部があるんだと思います。だと思いますよ。行ってみなきゃ分かんない、これは。まあ、ただ、そこは家じゃないかどうかぐらいは分かる、地図見ても。それは間違いない。じゃあ、ここの地図を見ると、100軒あるように見えます？ 100 軒、100軒、本当に。で、ここで、一応集合住宅はいくつかあるから、もしかしたら、100軒あるかもしれない。だけども、空いてる家もたくさんある。それはさっきの最初の方に見せた、ね、何号室のところの名前、スカスカのところ結構あったでしょ。あれ半分ぐらいがそうだから。で、これも現場行ってみないとね、その集合住宅とかマンション、アパートっていうものは、阪神・淡路大震災より前で、例えば築60年、70年経過してるところもあるっちゃあるはずなんです。もうこれ多分もあらかじめ付け加えるような形になるんですけども、そういうのいっぱいありましたから、データ、一覧表。で、そこのデータの、その集合住宅の一覧表も、ここの住宅ないやないかっていうようなのもいっぱいあった。ここの一覧表全然足らへんっていうことで、多分打ち込んでる人がもう値上げたんだと思います。もうわけわかんなくなってきて、本当に。ややこしくなって。似たような名前とかもあるっちゃあるし、で、築年数が正直わからないっていう人たち結構いるんですよ。ここ。新興不動産に聞いたら、いや、そこ、阪神・淡路大震災ぐらいの頃に建設されたって聞いてますけども、って聞いてきた話を出してくんの。僕、引っ越ししてくる前、阪神・淡路大震災被災者。被災者。で、それが1995年。で、その時僕、高校2年生。で、その頃は、藤原台の仮設住宅に住んでました。神戸市兵庫区東山町4丁目、16-18、東山高ポ12階建てのマンションで604号室の生まれなんです。まあ、生まれたのは産婦人科ですよ、もちろん。もちろん。まあ、そんなところまで言い始めたらきりないから、そこは常識持って対応してください。で、そこから仮設住宅で生活していって、まあ、3年以内だと思います。まあ、20歳、20歳ぐらいの頃に、ここに引っ越ししてきたはずです。で、21歳から22歳にかけての頃、大阪ヒルトンホテルに働きに行ってるんですけども、それよりもうちょっと前からこちらに住んでたはずだから、だから、まあ、20歳ぐらいの頃にここ来たはずなんですよ。ね。で、他の家とか一回見て、カビだらけになってる家とか、そういう豪雨とかあったから、猫とか飼っていてね、家の中めちゃくちゃになってるところがあったから、これは急に作った住宅じゃないでしょって、多分ペンキの塗り直し。だと思いますよ。
だと思う。だと思うでしか言えない。だって見ちゃったもん。髪だらけになってる家。そんなちょっとやそっとで数年でなるわけないでしょ、いくらなんでも。いやだからリフォームしてもらった後らしいですよ。ここ僕が住んでるここ210号室、本当にまあリフォームしてもね、長年住んでいたら、まあ例えば、まあ、ごめんなさい、今ちょっと充電中なんでね、コンセント抜きました。あんな風にこう、あのよく見たら、こうこれ壁紙、これ紙で、この下も紙で、ここ土壁の、ま、前にあの薄い木の板を貼ってあってね、その向こうに一応土が置いてあるんだけども、あの分かります、僕の一月三百何十時間とかの労働の頃、まだ服元気とかないから、本当にもう大体冬になったらここが水浸しになってたんです。わかります？そしたらこの辺がどん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 あの木とか腐っていって、これ粘土でもう本当はここ穴開いてるから、本当水だけでそうなるから、本当に家の掃除甘く見ちゃダメ、本当にちゃんとあの水滴とか冬場あのちゃんとね、それ壁だけの問題じゃなかったから、本当は壁に穴開くから、自然と本当に勝手にボロボロになっていくから、でやたら寒いな、あの辺からなんか冷えた風が入ってくるなと思ったら貫通してたから、もうこれは本当だから、ちょっと話が前後して申し訳ないんですけども、あの人口の話に戻りますよ。その20万人以上の人口、ちょっと前は22万人って表記されてたから、たるみくん、こんなに大きな嘘ついたらあかん。これで地方交付税法でね、地方の方にたくさん税金回してもらってたら、とんでもない横領事件。で、君、だからこれも、だからもう、言ったこの二人組に、で、って、もう君たち、それ以上言ったらものすごい隠蔽になるからって。君、公務員なんだろうって。本当にそれまずいことになるからっていうことね。で、だからもう、それでもう上記の二人は否認をしたと。あの、稲の字ね。稲と認めるの字で否認。まあ、自分たちは正しいことを言ってる。間違えてないと。間違えてないって言ってるんですよ。まあ、ずーっと著作権法の31条ってずっと言ってるんですよ。だから僕は最初の方に言いましたよ。一法律だけで動くやつは一番危ないと。他の法律忘れてると。裁判所で裁判始まったら他の法律出してきて、どこに間違いがあるのかって言われるよって。言われなかったとしても裁判官がそれ言わなかったら、後で、ね、そんなことで変な判決出したら、その裁判官が、罰金払ったりしなきゃならなくなるから。あんまりにも無茶苦茶な裁判だったら。で、捕まってるから、裁判官世界中で、本当に。甘く見たが、本当に。もうこれは本当。だって、田中角栄、僕が思われる前にね、田中角栄っていう総理の人がいたんですよ。その人も捕まってるんだから。パククネ大統領もね、ここ近年で言うと10年ぐらい前かな、それぐらいの、韓国の大統領、今ユン大統領ですけども、ユンさんの前が、ムンジェイン大統領、ムンさん。で、その前がパククネ大統領だから、まあ、多分もう10年ぐらい前だと思うんで、もうそれもよくわかんないの、裁判所が変な、あの、判決いっぱいあるから、先に手錠かけられたのか、後から手錠かけられたのか分かんないの。手錠かけられて、それで韓国の大統領しなさいって言われてるのかもしれないの。日本の裁判所で言うと、最高裁判所の長は総理大臣が決めるんじゃないの。日本の法律で言うと。天皇陛下が決めるの。これが三権分立。たまに弁護士とかで、変な弁護士さんいるから、本当に。あの、だから弁護士っていう立場は、大体国からのお金流れ込んできてるから、三権同立とか、お互い喧嘩しないようにとか、頭なんか変な考え方が入り込んでる人は本当に入り込んでるから、三権分立なかなか認めなくて、僕は三権分立ですよねって。もうこれ決着つけるとしたら裁判ですよねって言ったら、もうこんなに表振りながら、大荒れになって、無理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 って、こんだけって言い始める。弁護士さん。いたから、神戸の司法書士会館、神戸地裁のね、ちょっと北側にあるところもそこで弁護士さん。確かあれお金払ったはず、僕。生活保護者なのに。法律全然まとまってないでしょ、その人も。何言ってんの、法テラスがあるのに。無料相談に決まってるでしょって。何司法書士会館だけ独立運動してるのって。
僕が物を教えたんだったら僕お金もらえるじゃないっていう話になる。あんまり弁護士だって言うだけで、弁護士バッジつけてるだけであんまり信用しちゃダメ。もういっぱいいろんなこと勉強して、社会の常識とか本当に、理解しなかったら、これこれこれ、この間、指の切れ込みの話あったでしょ。笹山の方を、その河川の撮影しに行った時にね、でこの指、今はっきり映らないと思うんですけども、いろんなところシワシワになって、コピーしてる時にね、いろんな、その線がいってるんですよ。で、多分これ切れ込み入れられてる。ちゃんと注意深く僕コピーしていたから、指なんか切ったりしてない。無数に線入ってる。血は出てないけども、無数に線が入った。痛い。何かある。だから、図書館とかの人間なんか基本的に法的知識なんかほぼ皆無だから、あれで法的知識があるとは認められない。本当に。大したことない。だって、著作権法の31条。そんなこと言われたら迷惑防止法令違反とかいろんな法律いっぱいついてくるよ、本当に。隠蔽、その前にものすごいその隠蔽の話。それが一番危ないの、本当に。で、これはいろんな会社の社長が逃げ始める話とかも加わってきたら、本当にものすごい隠蔽になるから、個人情報法を言い出すやつほど危ないやつはおらん、本当に。もう絶対隠蔽に走ってるから。で、そいつら誰に言われたんっていうことを辿っていったら、大体悪いことしてる人間に辿り着くから。で、ちょっともうこれ本当笑い事じゃなくて、どう見てもね、さっきのここの一枚の中に、いえ、そんなに見当たらないんですけどっていうところ、いっぱいあるから、本当に。で、タラミクにまだ余計なものあるから、古墳、一個は絶対あった。そこで、その1ページの、1枚のね、番号のところ、まあ、厳密に言うと2ページぐらいなんですけども、厳密に言うとね、ページの数え方で言うと、だけど番号としては1ページっていう話になるんですけど、ややこしい。前輪の話を、大真面目に始めると、こういう細かいことを言わなかったらわからないから、何言われてるか聞いてる方もわからなくなるから、最初に例題の表とか見せてあげなかったら、それ頭の中入ってないまま、こういうふうに言われたって、わけわかんなくなるから聞いてる方が。なかなか前輪の地図見に行く人いないから、世の中。で、そうさ、だからもしかしたら5分2つあるかもしれない、タラミコの。で、その高速道路があるがゆえに、高速道路のね、そのジャンクション、東と西と北のところの、この伸びてるところの、その周辺もあんまり家建てれない、本当に。あとちゃんと畑もあるところあるから、もう細々と、まあ、明谷町とかそのあたりぐらいだと思います、本当に。で、南の方は、もう商業施設、一回 IR ごと倒産しそうのに、もう一回三井住友がお金出して、その辺を再整備するとか、なんかそれでもう一回再整備、一回はしたでしょう。一回は絶対してるはずなんですよ。で、もう一回しましたっていうところで、昨日のワールドビジネスサテライトなんか、もう多分もう数年前のニュース、もう一回流してる。三井住友銀行のフィナンシャルグループの社長と三井住友銀行の会長が、死亡したニュース。それ、2021年。と、2020年かな。もう現場見に行かれたらもう全部見破られるのに僕に。分かってます?自分たちのしてること。金額考えたら一生刑務所から出れませんよ。終身刑よ、そんなの。誰かお金積んで出してあげるしかないんですけども、そんなもの、給与の算定表通りの話があるから、もともと無理なの。で、その、ね、悪いことした人を、ね、刑務所から出すためにお金かき集めてきたのって、どんな方法でかき集めてきたのって。昭和63年人材派遣業法を作って、で、退職金とか有給休暇とか与えてなかった?僕なんか1時間の労働8時間超えてるのに、残業手当はもらえてなかったよって。そんな風な形でお金かき集めてきたのって。もともと議員とかそうだった人いるでしょって。知ってるからって。議員だった人は、大学の理事会の会長。理事長。理事長の会長は理事長。わかります?知ってます?ちゃんと。役員のこと。代表取締役と取締役の人たちが基本的にいて、総支配人とか支配人とか、監査とか、社外取締役とか、いろんな立場の人がいるの。分かってます?その辺のところ。そういうことちゃんと分かってから社会に出なかったら、みんなからいろんな嘘叩き込まれるから。
無理やとこの社会って。ちゃんとしていそうな立場の人ほど全然分かってないっていうことになるからって。ね、よく聞いたら上の方から情報が回ってきてないで、その人たちにも説明しましたから今日。例えばねって、公職員証をちゃんと持っている生活保護の窓口の私の担当者の人が言ってましたからって。去年のね、6月下旬か7月上旬ぐらいに聞きに行きましたと。3万円の給付、いつぐらいになりそうですかって。そしたら驚かれたんですよ。え、何ですかそれはって。で、その人が言うには、いや、僕ニュースなんか見ませんって言うんですね。わかりますよ、気持ち。フェイクニュース、戦争のフェイクニュースまで流されてるか、見たくない気持ち、それは僕もわかります。で、ただ、ちゃんとニュースは一応一通り見通しておかないとダメって、本当に、ちゃんとした本当のニュースも流れてるからって、3万円の給付金も、交付が始まってるところも、支給が始まってるところ始まってますからって言ったんですよ。そしたら、で、上から情報何も来てないんですか？市役所の人って。何か情報来てませんかって。いや、来てません。ちょっと、もう ここの、その、出張所の一番偉い人に、ちょっと今、確認してもらえますか？確認してきますって。戻ってきた。何も聞いてませんでした。本当に。市役所が悪い。ちゃんとそれぐらい、いつぐらいになりそうかぐらい、大体のことある程度見通しつくから、本当は。言ってあげなきゃならない。本当に。じゃなかったら窓口の人が。無理、こんな社会、本当に。電話一本ぐらいかけれるでしょ？出張所なんか神戸市。まず、北区長に市役所の人が言うの。電話かけるの。各区長。西区とか、北区とか、垂水区、須磨区、中央区も奈良区もいっぱいある。いっぱいある。中央区に市役所があることも分かってる。まあ、県庁の話とか今一旦置いときましょう。ね。まず区長に電話をかける。じゃあ区長から各出張所に電話かけたらいいの。出張所の責任者、一番偉い人に。ね。十何件電話かけますか？ほとんどのところかけないでしょ。君たちどれだけ仕事をサボってるか自分で自覚ありますかっていう話になるの、本当に。そんなとんでもない労働力をね、示して頑張ってきた人の前で、その人に長時間労働の残業手当もつけなくて、あんだけ走り回って、ね、ちゃんとしたね、売り上げ出してきて、ギネス記録にまで乗ったんだから、バーベキューコーナー月間売上1997年か8年の5月の月間売上、1レストランとして見ると売上1億何千万か何百万だったから笑いながら言ってるけど、これ本当その当時ギネス記録になって、一応その当時からもう各ね、あの大臣とか、ちゃんと総務大臣の下で NHK があって、その傘下で各テレビ局があるんです。で、まあまあ、皇室の人たちとか、皇族、皇室、だから天皇家の人たちの人たちとかとね、いろいろコミュニケーション交わして、いろんなこと喋って、でいろんな大臣の人たちとお会いして、いろいろ喋って、で、まあ、その後、じゃあ分かった、自分が、その、東京都議会の方に行くわっていうことで、石原慎太郎さん、当時、国会議員を数年経験した人で、東京都知事になった人もいらっしゃいます。だから、その石原さんは神戸市出身の人だから、結構僕に会いに来て、こう、向こうの方から、おはようとかいう、こういう笑顔で言ってきてくれるんだけども、言ってきてくれてた人なんですけども、もうその人はさすがにいらっしゃいません。もうお亡くなりになれてます。もう年齢見たら大体わかりますから。もう、その80何歳でお亡くなりになれてるんですけど、もうそれもだいぶ前ですから。で、だからちょっと話だいぶ飛びすぎてるんですけども、ちょっともういろんなこと本当にきちっとしなきゃなんない。テレビの放送もフェイクニュースなしで、それがなぜそうなったかっていうちゃんと理由を言わなきゃなんない。で、死亡してた人も本当は生きていたっていう話しなきゃなんない。本当に当たり前、もうそんなに勝手に死んだことにして、もう何がどうなってるか分かんない状態作るの絶対ダメだから。本当に朝の世代めちゃくちゃになるから、情報が、情報がめちゃくちゃだったらね、たくさん人がおるいるっていうことを信じて、ね、例えば焼肉店出しました。
ね、客単価が高いから売り上げ上がるっていう話を聞いたと。テレビに出てる連中は身勝手なこと言うから。違う、スーパーマーケットは焼肉屋さんの美味しいタレをちゃんとねお金払ったりとかしてもうレシピ持ってきてるからって、トップバリューとかでもう売ってるってこれが本当の話。自分で肉買ったら分かる。いい肉スーパーマーケットで買って、ね、もともと焼肉屋さんにみんな通ってたのは大昔、もう1980年代か70年代ぐらいの頃。それは焼肉屋さんが美味しいタレを作れてたからなんです。それがスーパーマーケットに並び始めた時点でもう無理なんです。計算したら分かるから。どちらで買った方が賢いか。でもあっちこっちで倒産もするし、そもそも人口まで違ってましたっていう話されたら、もう、ね、もう、自分の人生かけて店オープンしたけども、もう鳴かず飛ばずだと。ね。もうそんなん、公務員の人たちと同じくらい年収稼げないよって、あの人たち退職金あるけど、我々にはないよっていう、ね。うなぎの入る話になっちゃうんだから。まあ今日図書館でこう雨降ってたからちょっと雨宿りしてたんですけども、もともと新幹線の切符を手に入れた瞬間もうすぐその辺改正、わかります、この効率性の良さ。その後図書館でまたこの二人組がもう同じもの、もう何回も顔見たことあるから。で坂本と角やか問屋かもうわかんないけど、二人とも女性、もう二人とも僕より年配の人。でも本当にもう、もうそれ以上言っちゃダメって言ってんの。ベラベラまだ押し通す。それだったら恋になるって、だから意図的に悪いことしてるっていうことになるのって、もう説明はそこまでレクチャー受けたらもうごちゃごちゃ言ったらダメなのって。はい、わかりましたって民間の会社だったら、民間の会社の人だったら言うから、本当に。すいません、こちらの知識不足で勉強しますっていうの、テレビの CM で勉強しますってこう頭下げてる CM はあるでしょ。もうあれ言って、もう本当にそのままの勢いで訴えてくる人は訴えてくるから。話、繋がってる。地方交付税法とか、いろんな国の悪さいっぱい繋がってきちゃってるの。もし来てしまった後なの。もうやってしまった後。もう今更言い訳できないから。で、もともと高速道路、今まであったところだけでよかったっていう話になるの。作ったけども、そこの有馬温泉のところの、あんま高速道路かよくわかんないんだけども、もう高速道路と同じ設備。結局、税金いくら使ったのっていう話になるから。で、その、山陽道かな、中国自動車道かな、もうその、もともとあったところの、高速道路から、千狩ダムの近く、あんなところ昔、高速道路なんかなかったから、誰かが身勝手に作ってるぞ。だから万博って一体いつから誰が計画してたのっていう話になるの。だって東京オリンピック2021年に結局開催されましたけども、2020東京オリンピック。ね、あれ2006年に、ね、この都政六法で、オリンピックに関する、基金の、条約っていうものが出来上がってるんですよ、2006年に。ほんとほんと。ね、ここ見えます？一応ラインマーカーつけてるんだけども、これぐらいで見えます？これぐらい、一時停止どこかで押してもらっていいから、僕もどれぐらいでピントが合ってるか分かんない。一応読んでおきますよ。東京オリンピック開催準備基金条例っていうのがあるんですよ、682ページ。これは各、法改正によってページ数が変わります、何ページか。だからページ数っていうものはあんまり当てにしなくて、東京オリンピック開催準備基金条例っていうのが、あると。で、その下の括弧のところを見たら分かります。括弧平成18年って書いてる。これはもう全部本当のことなんだから。で、2006年に、基金集めて、もう東京オリンピック始めるっていうこと決まってたんだったら、国民に聞いた話とか、あれ何だったのっていうことになるの。皆さん聞かれました？国民として。一般人の方。聞いてないでしょ？誰に聞いたのっていう話になるの。で、ちょうど 50%、50% ぐらいの曖昧な数字出してきて、本当はもう、
ね、条例作った人たちが悪いんだと。だからそれを石原慎太郎さんがしたのかどうか僕は分からないですよ。僕は分からない。僕は分からないけども、本当に徹底的に、捜査機関の本当に腕のある人たち、どれだけしっかり調査しなかったら、本当の答え、真実にたどり着かないかっていうところまで分かってる捜査官の人たちで、固めて捜査しなかったら分からないから、本当は。大体海外とかに進められてるから。本当本当。阪神・淡路大震災と新潟の中越地震がね、大きなのが2回あって、その後北海道でも大きな地震があって、その後ですよ、2011年の東日本大震災で、その後熊本でも大地震あって、日本こんなに大変なのにオリンピックはさせられるわ、国民の税金ってみんな知らなかったよって。ホスト国である日本はお金出して誘致してあげてるの、日本はお金出してあげてるの、海外の人たち、スポーツマンの、スポーツ団体の人たち、万博も同じ、大体。でももう海外に言ってある。で、日本にも言ってある。お金もやめたらいいって。で、今のところなんか折衷案みたいな形で規模を小さくとかしてるけども、すぐ金額大きくなる。あれみんなの税金。で、民間の、もう言ってる、もう岸田さんはもう聞こえてるから、もう民間のお金も高速道路も、その万博に合わせた高速道路も、もういけ、もう全部世間に全部出した方がいいって。それしなかったら永遠に止まらないからって。高速道路も今作りっぱなし。だけどもそれは、この間の岸田さんの、記者会見では、無駄な公共工事はすぐにやめさせますっていうことで、数週間前に発表ありました。だからそれ信じるしかない。僕もそんなにお金かけて何度も見に行けないんだけども、一応河川水門開閉式玉発電とかの撮影で、あの加古川のところの撮影したところ、あそこはもう一回見に行くつもりですよ。これで工事続行されたら、もうそのことはもう YouTube でしっかりと言いますから。もちろん日本中のオンブズマン、法律の使い手の人たち、もう三審等以内の請求で、もう建築業界とか行かなあかんって。ね、昔、淡路花博で1兆1千、数百億円。これを鳴門海峡と明石海峡と淡路島の高速道路で使われてるんですよ。で、万博自体では300億円。で、さらに人件費上乗せ。で、ウェスティンの話はどうなってるかわからない。ウェスティンっていうのはフランス系列の最高級ホテル。だから、あんなの万博終わった瞬間、万博中も吐きてガラガラ。平日。雨降ったら終わり。雨降ってない日でも天気悪い時は終わり。あんまりお客さん、もともと晴れても平日の時来ないのに、当たり前でしょって。あんまり来ない。本当に。ガラガラ。ね。何も変わってないでしょ。だから、一回、大林組の人たちは謝ってくれたんですよ。僕に。まあ、2000年淡路花子、僕働きに行きましたから、ウエスティンでも働いたし、淡路遊園舞台のレストラン収穫祭っていうところで働いていたから、両方働いていなかったらわからないから、レストランの一般的なレストランの方はどうなってるのか、そっちの方が本当はお客さん入りやすいから、金額的に。そこにもお客さん入ってないっていうことはもう入ってないから、入ってないでいいの、もう一回転で終わるようじゃ無理だから、本当に飲食業なんかで、ランチとか。だって、ディナー自体がなかったもの。ディナー最初開けてお客さん。夕方になったらみんな帰る。帰り道分からなくなったら困るのと、バスでみんな基本的に来てるから、ね、バスこれ、最後帰りバスあったっけっていうか、心配になるから。乗れんかったらどうしようとか。これどうなるんっていう話があるから。タクシーなんかで帰ったらとんでもないことになるから。明石を始まったって。絶対万超える、本当に。ね。だから民間の企業も自分の会社から純利益消えてるでしょ。バンダイナムコホールディングさんとか。だからこれちょっとね、本当はもうちょっと、僕もゲーム業界が力入れてるから、
その万博なんかで頼るんじゃなくて、ちゃんとね予算つけて人固めてね、しっかりとしたシナリオとかね、プレイヤーの立場に立って、まあ、こうすればこういう驚きがあるとか、こういうふうなね、育てるところにそのプレイするそのプレイがいがあるとか、まあ、ゲームをする行いがいがあるとか、まあ、ゲームをする感覚ですよ、頑張ったとか、そういうのがあったり、シナリオが良かったとか、あ、こういう風な形になってたのかと、驚きがね、シナリオであったり物語とか、だから正直脚本が組むのが大変なんですよ。だからバンダイナムコホールディングさんだったらスーパーロボット大戦だとか、で、じゃあもう皆さん夜遊びっていうグループで、祝福っていう曲が、まあ、ガンダムね、主題歌、水星の魔女かな、そういう題名の。で、すごく、もう、ちょっと待って、予算の使い方。あんなに立派なガンダム作った、これめちゃくちゃお金かかってるでしょって。それ、しかも、あっちこっち運んでるんでしょって。運搬費いくらか知ってますちゃんとって、従業員の人たちって。そのバンダイナムコホールディングスのその株に行ってる人たちはちゃんと言ったはずなのに、現場の方でよく分かってない人たちが勝手に運び始めたとか、あっちこっちで過剰演出を行ってものすごい予算が飛んでいきようとか、そういう風になってます。これみんなで一回ちょっとまあ粛清までの話は一旦置いといて、ちょっと正しい知識をちゃんと自社の社員に与えましょう。まず、もうこれ、バンダイナムコホールディングさんのその株握ってる、その人たちの中で、もう65歳以上の人、もうみんな降りてもらいましょう。無理だから、そういう年齢の人たち。本当に。経営なんかもう無理だから、その年齢で、本当は。もう退職金とか、その後遊ぶことばっかりもう考えちゃうから、もう本当に。もう無理だから、そんな状態になったら。もうそんなことよりも、今をどうにかしないとなんないで、本当に、もう、フルで頑張ってる、もう、フルマックスってもう、二つ同じような言葉は言ってるようなものですけども、もう、それぐらいで頑張ってる人たちの方、本当は強いし、本当に的確なことできてるから、本当に。だけど、フルマックスの方向で間違えた知識が入った方、フルマックスで動かれた。経費の使い方。フルマックスで、こいつ純利益のこと分かってないっていうことになりますから、本当に。純利益っていうものは、ね、営業利益、経常利益で純利益なの。今まで投資してきた分を全てペイして、要するに借りてきたお金だと考えたらいい。投資したお金を回収してこそ、そっから先の売り上げの純利益や純利益。みんなにちゃんと人件費とか払って、分かってる？退職したら退職金払わなきゃなんないんだよ。そのお金取って置いとけなきゃなんないんだよ。ね、カプコンさんだったと思う。ホームページかウキペディアどちらかに、もう各言ったんです。各ゲーム業界でね。もう今からの時代、もう昔からも本当はそうなんだけども、絶対信用であると。で、その信用を示すところで、財務管理に関してはきちっとしましょうと。ね、カプコンさんのところは、雇ってる従業員の数が、正社員がこれぐらいで、退職者の方用の退職金はこれぐらいもう現在必要とされています。すぐに動かせるお金がこれぐらい銀行にありますって、そういう数字全部出してきてくれたの。わかりやすい表で。あれはもうわかりやすく書いてくれなきゃ無理。ROE だとかもうややこしい言葉いっぱい入れられる。もうみんな無理だから、本当は。ほとんどの人が無理だから。ああいう、わかりやすい表と、営業利益、経常利益、純利益、ここまでちゃんとわかってたら、もうその方がわかりやすい。本当に。あとは、本当の会社の強さとして、本当にこの先売れるものが、もう今作られてるかどうか、それがいつ発売されるかどうか、それでその年の売り上げ決まってくるんだから。そのための CM 量はどれぐらい確保してますとか、CM 量は今更ありませんじゃ、無理だってっていう話になるから、ほんと。SNS だけじゃ無理だから、CM の告知しなかったら無理だから、本当に。なんかもう昔の作品とか思われちゃうから。わかんないから、いっぱいシリーズが出てきたら。その途中でね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、ナイト、ナイト、ナイトじゃない、ナイト、ナイト、で、その後11とかもややこしい数字になってくるでしょ。だから、日本語でよかったの。ファイナルファンタジー11、12、13。だから、あとは数字だけは世界中どこでも通用するから、あとはそこの国の人たちが勝手に翻訳するから、自分の母国の数字で。
ファイナルファンタジー14とか15、16、17、これでよかったの。覚えやすいから。その作品がどんな作品だったか。そのうち11と12と13、このストーリー、どっちがどっちだったかなんてなるから、本当に。なるときはなる、本当に。この先ももっと増えていくんですよ。ロマンシングサガも1、2、3は僕もちゃんと覚えてるんですよ。だけどもその後、なんかややこしい名前、4とか5にしてくれたらよかったのに、なんかもう、ね。思い出せないわ。もう本当はみんなそうでしょ。ね、ロッキーも、まあ、僕が頼んでね、クリードとか作ってもらったんですけど、シルベサ・サロンさんは本当に、もともと米軍の人だったんですよ。で、多分、ベトナム戦争を経験したか、アフガニスタンの戦争を経験したかの、どちらかなんです。だから、だから本当の話を知ってる人だから、だから、米兵として帰還してからね、ロッキーの1で、泣きながら最後の方言ってたでしょ、上官に向かって。ここには命がけで戦ってきた俺たちに駐車場のその係の仕事さえ俺たちにはないって言って、まああいう本当の話が、まあ、分かってる人で、淡井圭介の声とか未来からの声届いてる人だから、だからまあクリードっていう作品作ってもらったんですけども、信用で日本にも来てくれたことあるんですよ、シルベスター・スタローンさん。ハリウッドでは 僕と同じぐらいの年齢か、まあ、50歳ぐらいの方たちとかのその前後の年齢の方だったらよくわかると思いますけど、 ものすごいハリウッドの大スター、アーノルド・シュワルツネッガーか、まあ、シルベスター・スタローンさん、まあ、その後ダイ・ハードとかの、作品に出てこられた方、ごめんなさい、その人の名前は結構忘れてしまいますだから作品としてはすごく面白かったんですよ、ダイ・ハードとかで、その後他にも面白い作品いっぱい出てるんですけども、その人あのスキンヘッドの人なんですけどね、実際アルマゲドンとかも出て、すごい作品とか出てくれてるんですけども、今思い出すそうになったんですけど、今名前が一瞬頭なんかよぎったんですけど、また忘れた、ごめんなさい。それでまあなんとかスペタクルズ、もともとハリウッドでね、有名だった人たちばかり集まってね、傭兵部隊を作って、そんな悪い組織があったらこの人たちが政府に許可をもらって乗り込んでいく、国連に許可もらっとくわ。まあそういう話の設定でね、向こうがなんか自分の国のね、上の方の人からね、了解を得てるとかで、なんか悪いことし始めたら、こっちは国連で話はまとまってるっていうことで、国連として許可をもらってるって、そっちよりも上の方の話やっていうことで、国際司法裁判所、そこの判決でそう見たら、国連から脱退させられるよって。そんな話された相手も撃たれへんっていう、さすがにそんなシーンは出てこないんですけども、もっと分かりやすくね、本当にむちゃくちゃなことをしてる連中とかをね、集まってむちゃくちゃ銃とか本当に使用して、現実にこんなことあったら怖いって、完全にこれ紛争であり、この先はって上からの許可をもらってなかったら戦争に突入するかもしれへんっていうね、そういう本当のお話になっちゃうんですけども、作品をもう一回ちゃんと見てもらわなきゃ、見なきゃ分からなくなるんですけども、まあその辺もね、それは僕が1997年か8年ぐらいにフルツーラーパークで言ってました、その辺のところ。もうその辺の頃から言ってた、ジェイソンとエルム街の悪者をフレディ戦わせたらええっていう、どちらが強いかはそれは僕分かんないっていう話で、ってそれは作り手の人たちにお任せしておきますって、そういう話どうなってます、 どっちか片っぽ買ったら困りますっていう話、最後のジェイソンの作品も X で遊ばれてるから、ほんと本当に。まあ話はだいぶ逸れましたけどね、タルミクの人口は、これからきっちりと、ある程度調べます。ただ
本当にこれ現場に撮影行かなかったら無理で、ある程度撮影した記録残してなかったら無理だから、どれぐらいの建物がどれぐらい老朽化してるかの映像なかったら忘れるから、もう集合住宅のそんなアパートとかマンションとか公営住宅とかもう何百棟とあるから、何百棟と本当にまあ千あるかどうかは行ってみなきゃ分かんない、まあ本当は地図で分かるんだけども、地図で分かるんですけど、それはある程度、調べてからなんですけども、もうこう冬場なんか行かないです、こんな寒いのに。無理無理、もう行かないから、本当に。春越えてから、もう、けどもう、この地図で大体わかるから、数、本当に。20万人は絶対いないっていうことぐらいはわかる。で、まあ話長くなりましたけども、まあとにもかくにも、2023年12月28日、皇居行きます、昼過ぎぐらいに到着の予定です。皆さん、皇居の皆さん、宮内庁の人たちとか皇宮警察の人たち全員ですよ、全員にしっかり情報を回しておいてくださいよ。本当にここで彼お父さんがったら本当にエネルギーの残存のもでどうなるかわからないから、多分無理だって、彼もここまで頑張ってこれで無理だったら、もう彼ももう多分もう諦めるって言ってるっていうことをちゃんと言って、もう何でもすぐに車を回すと、お待ちしていましたと、そういう対応でしっかりすると、皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。